谷ゆきです。サミになるなるなるです。前回私たちはスイマー大人コレクションアットマルイに行ってきて、スイマーのねグッズイッチをやったんですけど、うん、そこでゲットしてきた福袋ついに開封していきたいと思います。あの一致するかしないかみたいな企画だったんですけど、うんうん、まさかの福袋が一致するという。はい、でじゃあまず文具福袋の方を開けていきたいと思います。いやこれ夢が詰まってる福袋だね、うん、大きいものからいってみるか。これはそうだね、せーの、じゃじゃーん、あ、大きい、あ、ナップサックじゃん。めっちゃ懐かしい柄が。文具と言いつつこういう大きいものも入ってるのいいね、うん、懐かしいこの形。あの体操着とか持ってけるね、うんうんうん、かわいい、うん、ハンバーガー柄でした。それでは続いて、せーの、じゃん、これはペンポーチだ。ドリーミングペンポーチ、おーかわいい、春っぽいね。うん、いいね、やっぱりね文具といったらペンポーチは欠かせないですよね。それではなんかちょっと光ってるやつ、うん、せーの、じゃん、キラピカフラットケース、レコード、レコード、レコードがこう周りにあって、なんかちょっとさレトロ可愛い感じがね、光ってる。これなんか透けるのかな。あ、透けるみたい。あ、若干若干、よく見るとよく見ると透けてくるんだけど、遠くから見たら全然わかんないね。いいな、これはなんだろうな、シール、あーシールとかブラシとか、あーそうだね、そうだね、髪ゴムとかも入れられるかも。いいね、うん、それでは、せーの、じゃん、でかい、なんか重い、小さなキラキラノート、なんかぷくぷくしてるよ、うん、わあなんかこれ懐かしい、かわいい。これはイチゴですね。これ使おう私。え、もういい、もうどんだけ入ってんの、ね、やばいやばい、まだ全然あります。せーの、じゃん、ジェルソープディッシュって書いてある。ディッシュってことは皿？あらららら、あれだ、あの石鹸大きい、え、めっちゃ可愛いんですけど、いい、これすごいスイマーっぽい、なんかお嬢様感がすごいね、うん、プラスチックのこの感じはもう本当に懐かしい。てか文具じゃない、確かに、むしろ確かに文具の枠はみ出ちゃってる、石鹸置き入ってたもん、すごいな、うん、せーの、じゃん、これ何、シール、ステッカーだ、パンダのステッカーです、かわいい。せーの、じゃん、スイマーだー、これのスイマー、わお、クリーミー、すごいクレヨンみたいに描けます、かわいい。てか発色もめっちゃいいね、触っても全然にじまない。それでは続いて、せーの、じゃん、ラブリーキャットルーラー、ルーラー、なんか柔らかいよ、うん、ほら柔らかい、じゃああれじゃない、円も測れるってやつ、おー確かに、いや太っ腹すぎる。せーの、じゃん、じゃあリングメモ、これあれだよね、まあ、メモ帳としても使えるし、ここ外せるから、あと単語帳にもなるやつだね、たっぷりだよ、うん、こんなにたくさん書けます。それでは、せーの、じゃん、すいまー、鉛筆、鉛筆セット、連盟鉛筆セット、これは学校とかにもね持っていけるね、使える。せーの、じゃん、めっちゃエモいんだけど、これすごいさ、懐かしい、私持ってた、これはミラーとブラシです。コンパクトみたいになってるんですけど、ムニムニって押すとブラシが出てくるので、こうブラシ使いたいときはこうやって、懐かしい、これあった、うん、あったよね、あったこれ1個あればね、もう学校ですぐ直せる、うん、あ、これもお気に入り、せーの、じゃん、パタパタ付箋セット、わー、かわいい、すごい、うん、めっちゃある、めっちゃある、いろいろあるじゃん、なんかちゃんとこう4つに分かれてるやつとか、あ、あとたくさんメッセージが書けるやつとか、かわいい、いや、こだわりがすごいな。せーの、じゃん、マスキングテープー、あ、見て、これなんかいつもつ純喫茶スイマーって書いてある、もうほんと、かわいい、ほんとだ、ほんとだ、メロンソーダとか書いてある。スイマーでマスキングテープ買ったことあるんだけど、うん、スイマーのマスキングテープってめっちゃ特徴あって、普通のマスキングテープよりちょっと分厚いので、紙っぽい、すごい、マスキングテープはもちろん紙なんだけど、しっかりめなんだ、そう、すごいしっかりめなのよ。せーの、じゃん、こちらもなんかレトロポップな消しゴムセット、めっちゃ薄いの、そうそうそう、
細かいとこ消せるやつ、ね、なんか筆箱にかさばらないからいいね。せーの、じゃん。シールにもあったパンダのメモです。ミニメモ帳だそうです。シンプルなメモ帳。やばい、もうスイマすごい、すごっ。そしてラストです。はい、せーの、じゃん。鉛筆キャップ。さっき鉛筆あったもんね。あったあった。これとセットで使える。ということで何個あったのこれ。以上計16点入っておりました。なんて豪華なの。うん、いやー、これで新学期楽しくなっちゃうな。うん、で今回文具福袋2人が揃ったんですけど、うん、私が別にこの福袋もゲットしちゃったので、これもちょっとね、開封していきたいと思います。それでは早速いきましょう。でまずもう多分これ1個だと思うんだよね、このトートバッグ、うん、はい、こちらも1つのセットになってると思います、うん、トートバッグ。どう、めっちゃ入ってる。めっちゃ入ってる。ぎゅうぎゅう。でかいぞ。柄は掃除でクマちゃんっぽい。じゃじゃん。うなぎたポーチ。かわいい。めっちゃかわいいわ。かわいいね。赤のね感じもすごい元気っぽくていいですね。うんうん、さあそして箱。ちょいちょいちょい、めっちゃかわいいぞ。マグカップだ。いちごのかわいい。めっちゃ。かわいい。かわいい。結構大きいの。うん、スープとかも飲めそうな。うん、感じよ。なんか誕生日プレゼントとかにも良さそうだ。うん、続いてじゃじゃん、お弁当箱。あ、ちょっとピクニックにも行けるのって感じ、ね、わお。この2つセットだったので、あの別々のもの入れられますね、うん、じゃあ続いてじゃじゃん、チャック付きバッグ。ポリバッグみたいなやつだ。プチプチの、うんうん、あ、ジッパーって書いてあります。うんうん、続いてでででででで、じゃん、スクエアクッションだ。クッション、うん、ふかふかのクッションです、うん、あ、空気含んでかなり大きくなった。なんかプンタ寝れそう。確かに、うん、そしてなんかちょっと似てるものが、うん、これはですね、じゃん、フランネルマット。後ろがこう滑り止めになっていて、うん、はい、玄関とかに置けるか。うんうんうん、うん、これも同じ柄でお部屋を彩れます、うん、ラストです。はい、めちゃでかい。じゃじゃじゃーん、あー、収納ボックス。こうパタパタと開けて、うんうんうん、この底板を入れて、あ、いいね。じゃあ、すごい、ほら、いいね。これ全部入りますね多分、うん、バッグも含めて8点。わー、いいね。はい、ということでこんなにたくさん入ってました。すごい、全部かわいい。はい、というわけで以上、福袋開封でした。こんなにたくさん入ってるなんて思わなくて、うん、あの、ほんと太っ腹だなと思いました、うん、あの、見かけたらぜひ買うことをお勧めします。すぐ売り切れちゃうと思います。というわけで私たちが行ってきたスイマ大人コレクションアットマリンの詳細はこちらをご覧ください。別の動画で私たちは商品の一応チャレンジしているので、そちらの動画もぜひ見てみてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。4月9日から2021年サンリオキャラクター大賞が始まりました。こちらは5月24日まで誰でもウェブやショップでキャラクター投票をすることができます。みんなの力で入閣ドリーミーのミュウちゃんを少しでも上位に。一緒に応援よろしくお願いします。いちなぐ TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントもよろしくね。 Twitter や Instagram もやってるのでぜひフォローしてね。それじゃあ次回までごきげんよう。